グスターブ・ホワイト・ヘッドグスターブ・ホワイト・ヘッドは、ドイツ生まれのアメリカの航空技師である。記録が不十分という批判もあるが、ライト兄弟より、前の1901年8月14日に、コネティカット州、フェアフィールドで世界初の友人動力飛行に、成功したとされる。ロイタースハウゼンにある、モニュメント本名を、グスタフ・アルビン・バイスコプフと言い,い、 ドイツ・バイエルン州のロイタースハウゼンに生まれる。少年時代からタコを使い、飛行の理論や実験を行うことに興味を持ち、後に航空整備士の免許を得て、技師への第一歩を踏み出す。風、天候、そして鳥の飛行方法など飛行に関する様々な研究を重ね、世界各国を旅した後に1893年に本国へ戻り、 オットーリリエンタールと面会している。その翌年には、さらなる研究に打ち込むべく、アメリカへ渡ることになった。なおこの時、自身の本名であるバイスコプフという姓は、英語では読みにくいことから、英語風に、ホワイトヘッドという名に解消することになった。1897年、ホワイトヘッドは、ボストン航空クラブのために滑空機を製作して、飛行させる目的で、 出版社 JB ミレットに雇われた。彼は数機の滑空機を作り上げた。うち一機はリリエンタールのグライダーに影響を受けたものであった。この滑空機は実際に地面から離れた。ホワイトヘッドは大男で体重もあったため助手のアルバート BC ホームはもう少し軽かったらホワイトヘッドよりも長く飛べたはずだと記している。ナンバー21 ハウエルによるスケッチブリッジポートヘラルド、ニューヨークヘラルド、ボストントランスクリプト誌の記事によると、1901年8月14日、コネティカット州フェアフィールドでホワイトヘッドはエンジン付きの機体ナンバー21によって800メートルの距離を高度15メートルで飛行したという写真はない。しかしブリッジポートヘラルドのディック・ハウエルによる 宙に浮いた機体のスケッチがある。もし本当だとすると、この飛行は、ライト兄弟のノースカロライナ州、キティホークでの飛行に2年以上も先行していたことになる。数人の目撃者の報告によれば、ホワイトヘッドは1899年頃の早い、時期にも約1トル飛行している。1902年1月には、彼は改良されたナンバー22で、 ロングアイランド海峡を越える 10km の飛行をした。ホワイトヘッドの飛行はきちんとした記録が一度も撮られておらず、写真も残っていない。そのためこれらたくさんの報告を実証することは非常に困難である。特にスミソニアン協会は制御された動力飛行が1903年より前に起こったことを強く否定している。 また、ブリッジポートヘラルドの記事の原文はこの出来事に関する信憑性の低い主張は他の目撃者たちの報告と矛盾する。ホワイトヘッドはそれ以降にもより正式に記録された動力飛行を再現することがなかった。そして彼の主張は制御されていない飛行だとして退りけられた。とはいえ、コネディカット州議会は ホワイトヘッドの主張を人類初の飛行だと公式に認定している。また、ジェーン年間の記念誌においても人類初の飛行はホワイトヘッドと記載された。2003年12月17日、キルデビルヒルでの100年記念祝賀会においてライト機のレプリカが飛行に失敗したのとは対照的に1986年ホワイトヘッド機のレプリカは成功例に飛行した。 ホワイトヘッドと1901年生単葉機、パインストリートにある彼の店近くにて、彼の幼い娘ローズは、父親の膝の上、前輪を駆動するためのエンジンは、残りの3人の前に置いてある。ホワイトヘッドのナンバー21は、翌服36フィート、斬新な外観をした単葉機であった。その翼は竹を骨組みとし、光線で支えられ、絹が貼られていた。 そして形状は滑空する鳥の翼に習って設計されていた。この飛行機は2つのエンジンによって動力を供給されていた。離陸速度に達するまで車輪を駆動する10馬力の地上用エンジン、そして2つのプロペラを駆動する20馬力のアセチレンエンジンである。動力で回る車輪の使用はホワイトヘッドがカタパルトを使う必要もなく、また、 ライト兄弟のように逆風に頼る必要もなかったことを意味している。しかしながら、車輪駆動用エンジンの重量は飛行性能を悪くしたであろう。報告によると、この飛行機は平坦な地面から出発して別の平坦面か水面に着陸した。飛行中、ロール方向の動きはたわみ翼とパイロットの体重移動との併用で制御されることになっていた。ピッチは尾翼で、 要は二つのプロペラの水力に差をつけることで制御されることになっていた。より新しいナンバー二十二は四十馬力の灯油エンジンを持つという点でナンバー二十一と異なっていた。ホワイトヘッドは原動機を作って大変な白磁で販売した。彼は消習慣や商業的成功につながる特許のことを十分には知らなかったのである。しかしながら、 他の多数の航空パイオニアたちは彼のエンジン設計に興味を示した。かなりの年が経ってからある目撃者がこう主張した。裏付けとなる文書記録はないのだが、ライト兄弟はホワイトヘッドを訪ねてエンジンの購入について話し合い、そして飛行に関する着想と発見を交換したと、ホワイトヘッドはグレン・カーティスにエンジンを売っている。1911年頃、 ホワイトヘッドはヘリコプターの設計に取り組み多少の成功を収めた。ホワイトヘッドが1901年にはナンバー21で飛行可能だったという説を助力する目的で、1985年にアメリカのマニアたちがホワイトヘッド機のレプリカを作り始めた。1986年12月29日、アンドリュー・コッシュは20回の飛行を行い、 最大飛行距離は100メートルに達した。1998年2月18日には、ドイツのレプリカ機が500メートルに届く距離を飛行した。コッシュの無動力レプリカは、1980年代、中期、ブリッジポート空港で、ピックアップトラックに牽引され、俳優兼パイロットのクリフ・ロバートスンによって飛ばされた。ロバートスン総長の飛行とコッシュの努力は、九百九十年を、 中心とするかなり長い間、EAA のスポーツ飛行で報道された。EAA のメンバーであるビルシュルツは1990年代、初頭に押し越しでの EAA 年次大会においてロバートスンと話している。ロバートスンはホワイトヘッド機がとてもよく飛び操縦性も抜群だったと報告した。ロバートスンは コッシュの努力が2003年に予定されているライト100周年、記念の評判にうずもれてしまったことを残念だと語った。ありがとうございます。